後藤武雄は、コンテンツ海外流通促進機構代表理事、日本映像ソフト協会専務理事、不正商品対策協議会事務局長。1985年より、日本ビデオ協会に勤務し、国内の海賊版対策に従事する。現在、専務理事。この間、不正商品対策協議会事務局長、厚生貿易センター TRIPS、研究会委員。 早稲田大学非常勤講師、警察庁、総合セキュリティ対策会議員、文化審議会専門委員などを歴任。2005年、コンテンツ海外流通促進機構、CJ マーク委員会委員長に就任。2006年、文化審議会著作権文化会専門委員に就任。2006年から2015年、10期にわたり、文化審議会著作権文化会国際。 省委員会委員に就任。2009年4月1日の高田法人課にあたり、専務理事に就任。2010年12月17日、文化審議会著作権文化会国際、省委員会において、高田の活動報告について発表。2013年12月12日、知的財産戦略本部検証、評価、企画委員会において、 海賊版対策に向けたコーダーの取り組みについて発表。二千十五年二月十九日、文化審議会著作権文化会国際、商委員会において、侵害対策の現状とその課題について、発表二千十六年二月八日、知的財産戦略本部次世代知財システム、検討委員会において、国境を越えるインターネット上の知的、財産侵害への対応に関してについて、 一リーチサイト対策、二サイトブロッキングの検討、三オンライン広告の検討について、意見表明2017年6月、コーダ代表理事に就任。2018年5月23日、規制改革推進会議第37回投資等、ワーキンググループにおいて、放送コンテンツに係る海賊版対策の課題について発表。 2018年6月22日から10月15日まで第9回にわたり内閣府知的財産戦略本部で開催されたインターネット上の海賊版対策に関する検討会議構成員に就任。サイトブロッキングの法制化を求めた。2019年3月29日、知的財産戦略本部知的財産戦略本部、検証、評価。 企画委員会コンテンツ分野会合において、海賊版サイトによる被害の現状と高度の対策について発表。2019年11月、侵害コンテンツのダウンロード違法化の制度設計等に関する検討会構成員に就任。2020年5月20日、衆議院文部科学委員会に参考人として招致。2020年6月2日、 参議院文教科学委員会に参考人として招致。2020年より文化審議会著作権文化会基本政策省委員会委員に就任。2020年10月19日文化審議会著作権文化会基本政策省委員会においてリーチサイト規制施行後の状況について発表。2021年4月6日。 私的財産戦略推進事務局構想委員会、コンテンツ小委員会において、コーダーの活動とご提案について発表。2021年6月、映画などの結末を含むあらすじを10分程度に短く編集したファスト映画を投稿していた3名を、宮城県警が逮捕した事件に関連し、NHK、報道ステーションをはじめ多くのメディアに出演、問題点等について解説した。 ありがとうございます。